弥生町公園は加瀬谷町の人みんなが知ってるシンボル的な存在ですね。ちっちゃい頃に4世代で渡り染めさせてもらいました。九州リースサービスプレゼンツストーリー、未来に残したいふるさとの風景。加瀬谷町が好きだし、まあ、皆さんと楽しく会話できたり交流が持てたりっていうのがいいなと思ってここにしました。キュウリはください。どうぞどうぞ、はい、ありがとうございます。加代町公園ですね。ちっちゃい時なんですけど、渡り染めをさせてもらったこととかもあって縁深い場所になってます。なかなか来ることができてなかったんですけど、いや、もったいなかったなってすごく思って、めちゃめちゃ綺麗です。父の日には黄色いバラを贈るっていうのがあるみたいなのでやってみたいと思います。